寒。季節は3月。痛いくらいの風と雪。私は取り壊しかけの雑居ビルの7階にいた。都内某所の学校で10年間教員を務めた。名前は八神椿。今や何が正義で何が悪なのかもうわからない。だが死に行く者にとってはそんなことは関係ない。ここから足を踏み外せば全てが終わる。パラパラとコンクリートの破片が地上へ散らばる。絶望に支配された事柄は理事長のいじめの隠蔽工作に裏口入学、大手学校法人との癒着などなど、私たちはずっと黙認を余儀なくされた。私は風と吹雪の中を踊るように飛び降りた。ドスン、不快な鈍い音と耳をつんざく絶叫と怒号が辺りに響き当たる。キャー、飛び降りか、誰か救急車。ダメだ、もう手遅れだ。あの状態は一瞬だった。ああ、そうか。元に戻れないくらい。私の体はひどいのか。別にもういいけど。周囲の矢島が悲惨な状況を見て、電柱の陰で嘔吐する者。激しく狼狽する者。愕然とする者。様々だった。遠くのサイレンの音とともに、私の意識は徐々に薄れていった。寒！え？何が起こったのか理解できなかった。飛び降りる前の状況がそこにはあった。ただ一つ違ったのは、私の受け持っていた生徒がちぎれるぐらい、痛いぐらいに私の腕を掴んでいた。桐生蓮。先生。何してんすか。消え入れそうな震える声でつぶやく。あの先生、帰ろう。もうほっといてよ。私は強く飛龍の腕を振り払った。こんなわけのわからない世界から逃避したかった。消えたい、いらない、何も考えたくない。様々な感情が私の脳裏を駆け巡る。先生、帰ろう。その言葉に私は力なくその場へ崩れ落ちた。あれから10年の歳月が流れた。悪事は悪実のもとにさらされ、悪党は裁かれた。私は遠い遠い田舎の学校で中学の教師をしていた。隣にいた爽やかな教育実習生は以前私の手を掴んでくれた人だった。まばゆい空を見上げ、私を見て微笑んでいた。あの不思議な現象が一体何だったのか。想像にしてはリアルすぎた。妄想、幻覚、夢。いくら考えても未だに答えは出ない。でも私は今生きている。それでいいじゃないか。さあ皆さん、授業を始めます。木漏れ日が暖かな日差しは校舎へと影を落としながら、雲が穏やかに流れる午後の出来事であった。